ギャンブルホリデーとは、かつて中央競馬を除く日本の公営競技において実施されていた同競技の救済費のこと。1955年1月、当時の農林大臣、河野一郎が群馬県前橋市で行った記者会見の席上、競馬は土曜、日曜、祭日以外は開催しないことを閣議で提案するという発言を行い、翌日行われた。 丁寧閣議で申し合わせがなされたが、当時の通産大臣、石橋丹山が、河野のこの発言を了承したため、事実上、競馬と競輪が、この提案に同調することになった。河野のこの発言以前は、中央競馬を除く、各競技は、平日もほぼ毎日開催を行っていたが、この発言以降、大阪府の豊中競輪場のように配信に踏み切った、ところがある一方で、 土日祭日以外は開催が行えないとなると経営そのものが成り立たなくなってしまうことから取材する各自治体は反対の姿勢を取るかはたまた豊中経林のように廃止するかの取捨選択を迫られていたしかし1961年7月25日に発表された長沼後期を公営競技調査会会長とする公営競技に関する現行制度と今後の 基本的方策についての答申の件においても、なお、開催日は原則として、土曜、日曜及び国の定める休日とする。という文言が盛り込まれたため、これに習って、1963年の4月以降の開催から設けられることになったのが、ギャンブルホリデーである。ギャンブルホリデーについては、競輪、競艇、オートレースは概ね毎週水曜日、地方競馬は、 同火曜日にそれぞれ設けられていた。したがって、例えば競輪の場合だと、前後節6日間連続開催の場合、前節の初日が木曜日で最終日が土曜日、後節の初日が日曜日で最終日が火曜日となっていた。しかし、1981年度以降、公営競技の売り上げが、大前年度日割れを続けている現状を踏まえ、 当制度が足枷になっているという各競技団体の申し合わせに基づき、1984年度限りで撤廃され、1985年度以降は曜日に関係なく開催することが可能になった。ありがとうございます。